ステンドの専用の方についてはいて、まあ、そこはやっぱりいろんな指導者の方に長く投げるために直した方がいいんじゃないって言われてきますよね。体を最大限にひねって投げる、それは体幹への負担が大きい投球方法。足の踏み位置が内側に入り込むんですね。バッターの自分でクロスした状態に入って、ボールギリギリまでこう軌道を見せないっていう意味でもメリットになってるんですけど、そこは僕は全部これで完璧なので、自分を貫く。入団3年目、抑え投手として着実に実力を上げてきた山崎。大事なポジションに入れさせてもらっているので、まあ、そこは素直にやっぱりこうチームを牽引できるような、まあ、選手になっていきたいなと思ってますね。山崎の信念、ベイスターズの未来を動かす。Yes, リトルダイマージン、今シーズン防御率 1.97 でセーブ数が18、はい、昨年目の山崎投手のピッチングご覧になっていかがですか？昨年に比べるとね、だいぶ良くはなってるなという、まっすぐな走りもいいですが、はい、ただ今シーズンは途中にね、センターバーというところにご一緒に行って、なんか1球だけで内臓分かったみたいで、今度はこう、クローザーとして心配することないと思いますね。はい、ぜひともね、矢先ジャンプが見たいですからね。気持ちよく出てきてね、はい、気持ちよく抑えて、はい、帰ってほしいなと思います、はい。それにはでも今日、ベイスターズ先発デビューとなるエドウィン・エスコバーのナイスピッチングが期待したいところなんですよね。そうですね、スタミナ的にはね、心配することないし、左のサウスポーでね、スリークォーターちょっと横から投げるんですけど、それで150キロオーバーのストレートあるんでね、相手打線もそんな簡単に打てないと思います。はい、としても155キロ最速出せるかどうかが興味深いですね。バスも出るでしょう。はい、大丈夫です、はい、ありました。今日はナイスゲームを期待したいですね、はい。ということでここで杉並フリーゲームショーを開催させていただきます。秋代さんありがとうございました。いいです。そして Thanks for watching ハマさん。